道内の小学生の足は遅く、50メートル走のタイムは全国最下位。その現状を打破するため、道内各地の子どもたちに走り方を教えているかけっこ先生の新井雄介さん。小学生から陸上を始め、名門順天堂大学時代には400メートルリレーで全国制覇を果たすなど、常に日本トップクラスで戦ってきました。そんな新井先生に教わって、早く走れるようになりたい、そう強く願う子どもたちを一押しで募集しました。選ばれたのは小学3年から6年の10人。新井先生に教えてもらってマラソン大会で順位を上げたいです。少しでも早くなりたいです。たった1日で子どもたちの足を速くすることができるのでしょうか。今日ここに集まってるみんなは、できるできないじゃなくて、やるかやらないかね。できないのは当然、できるようになるために一生懸命やる。新井先生の夢のかけっこ教室。膝万歳。まずは新井先生、子どもたちを二人一組にして何かを始めました。頭、騙されないよ。青、そうね、同点の人もいるよな。同点の人もいると思いますね。素早く動く。万歳。耳、アイスブレイク。おへそ。先生が発した声に素早く反応することで、集中力、瞬発力を高めながら体全体をほぐすトレーニングです。そう、腰、膝、青。これにより初対面で緊張していた子どもたちは自然と打ち解けていきます。続いてのメニューは、みんなスキップやったことあるでしょ。できない人は大丈夫。よし、用意。高く、そう高く飛んだり、そうだ前に大きく飛んだりと、さまざまなスキップをしていきますが、中にはうまくできない子どもも。そう、いいね。はい、OK。先ほどちょっと苦手、もしかして。スキップが苦手なのは、小学4年の新井左京くん。手と足の動きが揃ってしまい、腕もあまり触れていません。授業の前に行われた50メートルのタイム測定では、参加した10人の中で最もタイムが遅かった子です。江戸川乱歩の推理小説と、カブトムシやクワガタを捕まえるのが大好きな左京くん。普段はあまり外で遊ばず、本を読んだり絵を描いたりしていることが多いそうです。6人中だったら、4位にもなれることができないので、なんとかそれ以上も頑張って走るようになりたい。そんな左京くんへ、新井先生のアドバイスが光ります。腕一生懸命使って、ブンブンブン。腕を大きくブンブン振って、はい、もう一度。はい、3、4年生2列目いきます。よーい。もっと早く、足も手も早く、そう、はい、先ほど上手、すごく形が綺麗、いいね。アドバイス通り、手の振りがしっかり大きくなっています。続いて、子どもたちに速く走るための3つのポイントを伝えていきます。まず一つ目、まっすぐな姿勢作りです。身長を測るときをイメージして、まっすぐなピンっていう姿勢今作れてるね。そのまんま手足を動かして、まっすぐまっすぐ歩いてほしいと思います。体全体を効率よく動かすためのこのトレーニング、簡単そうに見えて実は難しいんです。そのまんま。あれ、なんか手と足一緒になっちゃってるけれども。新井先生は動きの間違いを見逃しませんでした。
そう指摘されたのは小学5年の伊藤凛斗くんです。運動会ではいつも最下位。少しでも早く走りたい。それには理由がありました。2年前から野球を続けている凛斗くん。バッティングは得意ですが、所属する野球チームではレギュラーではありません。足が本当に遅いので、少しでも速く走れたらまた違うのかなって、自信につながるのかなとは思いますね。サードとショートの間に、打った時に、取られて走ってもアウトだった。少しでも足速くなって、盗塁とかもいっぱいするように。夢は野球チームでのレギュラー獲得。新井先生を信じて必死に食らいついていきます。2つ目いきたいと思うんですが、2つ目何だった？弾む足の裏。正解で、なぜ弾む足の裏が大切かというと、今日集まってくれてる半分ぐらいの人がベタベタ走りだからです。授業前に行われたタイム測定、多くの子どもたちがかかとから着地していました。これでは地面を強く蹴ることができません。はい、かかとで3回弾んでみよう。いきます、せーの、1、2、3。そうなの、つま先じゃなくてかかとの方から頑張っちゃうと今ぐらい辛いんだよね。だからまっすぐな姿勢で弾むっていうことが大切です。1、2、3。その場でジャンプしてからすぐにダッシュすることで、つま先で着地する感覚を体に覚えさせていきます。弾む足の裏。そう、3つ目いこう。3つ目何だったポイント？鋭い腕の振り。3つ目のポイントは鋭い腕の振りなのですが、まっすぐな姿勢と弾む足の裏、一つ課題が見つかったの。まっすぐな姿勢があっち向いたりこっち向いたりするの。一生懸命腕振ったらあっち向いたりするの、仕方ない。けどお腹にぎゅーっと力入れておくことすごく大切。大の字でさ、寝て、うつ伏せで寝てる人は、子供を一人うつ伏せ大の字に寝かせた新井先生、何をするんでしょうか？はい、よーい、スタート。あ、強い。よいしょ。よっしゃ。はい、今ひっくり返されまいと頑張ったでしょ。はい、ひっくり返されないに頑張る。ひっくり返そうとする子供。3。それに対し返されないように踏ん張る子供。スタート。ゲーム感覚で腹筋や背筋などが鍛えられ、体の軸が安定していきます。1。よーい。これが鋭い腕の振りにつながっていきます。はい、3つのポイント意識して走る。そう。夏の青空の下、子どもたちは1時間半の授業をやりきりました。そしていよいよ運命のタイム測定。みんな授業の前よりも早く走れるようになっているのでしょうか？まずは野球チームのレギュラーを目指す凛斗くん。授業前のタイムは9秒85でした。少しでも足速くなって、盗塁とかもいっぱいするように。凛斗くん、速く走れるのでしょうか？タイムは9秒56です。さっき85、56、 0.3 秒ぐらい上がった。なんで上がった？凛斗くん 0.29 秒もタイムが縮まりました。授業前はかかとから着地していたフォームが、
見事つま先から着地できています。続いてはインドア派の佐京くん、授業前のタイムは10秒78。運動神経が、ほとんどなく、6人中だったら、4位にもなれることができないので、よーい。さあ、そのまま最後まで。タイムは10秒51です。佐京くん 0.27 秒タイムが縮まりました。いや、2位です。すごい、素晴らしいです。嬉しいです。ちょっと本当にありがとうございました。ちょっと本当に他のみんなも最後まで走り切るよ。あ、すごくいい勢い。次々とタイムを縮めました。走り切るぞ。10秒32です。ちょっと見て。結果的に事前のタイム測定よりタイムを縮めることができたのは10人中9人。しかし、ただ一人、青田夢さんだけが悔しさのあまり、涙が頬を伝います。泣かなくていいから、ね、頑張った、よかったよ。母、歌子さんの事前アンケートです。そこには、本番でなかなか結果が出ないという夢さんが乗り越えなければいけない心の課題が書かれていました。新先生、夢さんに温かい手を差し伸べます。一生懸命走ることだね。そうだそうだ、スタートの課題覚えてる？よっしゃ、まずそこ。スタートラインへ再び立つ夢さん、新先生の教えを思い出します。1つ目はまっすぐな姿勢、2つ目は弾む足の裏、3つ目は鋭い腕の振り。いきまーす。位置についてよーい。やったじゃん。まあ、最後までさ、全力で走れた？ね、でもその気持ちがさ、タイム短縮につながってるんだよな。ね。はい、なかなか本番に弱いタイプなので、はい、やっぱそこはちょっと心配だったんですけども、本人に向ける嫌いなところは、ね、はい、最後まで本当に頑張る力になったっていうか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいことになってる。たった1日、たった1時間半の授業で10人全員が速くなるという結果に。まあ、速くなった一番の要因といいますか、本人たちのやる気じゃないですかね。いくら足速くなるよということで僕が指導コーチングしたところで、本人たちに本当に走りたい気持ちが、速くなりたい気持ちがあるのかどうかっていうのがすごく重要で、それがなかったら多分この結果っていうのはなかったと思いますし、本当に彼らが頑張ってくれたからこその結果で、本当ありがたいです。